はい、行こう。1、2、3。よし。豊後大野市の小中一貫校浅地小中学校です。昨日中学生のバレー部で指導していたのは顧問の教師ではなく地域のスポーツクラブに指導者として登録している西照之さんです。少しでも僕の専門性をね、子どもたちに還元できればなと思って今指導しております。公立中学校の運動部については今月スポーツ庁の有識者会議が来年度から3年間を目標に段階的に地域や民間クラブなどに移行していくという提言をまとめました。スポーツ機会の構築がまずは一つで、もう一つはですね、学校の先生の働き方改革、この推進をすることで他の学校教育の質の向上につなげていくと。県内でも運動部を地域に移行するための試験的な取り組みが昨年度から始まっていて、浅地小中学校ではバレーボールや卓球など4つあるすべての部活動で地域のスポーツクラブに登録している人が指導をしています。週に2回から3回バレー部を指導している西さんは元教師で、長年にわたりバレー部の顧問を務めた経験があります。定年退職した今は浅地小中学校など3校で新任教師の指導を行っていて、地域のスポーツクラブの指導者に登録しています。一方、練習が行われている間、顧問の教師の姿は職員室にありました。定期テストの作成と、あと会議の資料作りとかをお持ちしていました。バレー部は週に5日練習していますが、西さんが担当する日は教材の準備などに時間を使うことができているそうです。また副顧問の教師も負担軽減につながっていると話しています。普段部活が終わってからお仕事ってなると帰るのが遅くなってしまったり、自分の時間がこうないなと感じてしまう時もあるんですけど、この外部の指導の先生が来てくださると自分の仕事がこう先に進められるのですごく助かっています。一方、生徒たちも経験豊富な西さんから専門的な指導が受けられると歓迎していました。スパイクの手の形とか打ち方とかもう一つ一つを詳しく教えてくれます。厳しくてきつい時もあるけど、基本的なことを教えてもらえるのでとても分かりやすくて試合の時に役に立っています。スポーツ庁を中心にですね、こういう取り組みをとにかく進めていこうというなんか機運が盛り上がってますけど、専門性の持った方が地域に必ずいるとは限らないんで、市全体を挙げてそういう地域人材の発掘というのは必要だと思ってます。県は今後各市町村の教育委員会と協議を重ね、それぞれの自治体に応じた運動部の地域移行を進めていきたいとしています。